はい、こんにちは。派遣社員の独り言第108回目となりました。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは派遣先企業について取り上げてみたいと思います。皆さん派遣元の会社に登録をして、実際いろいろなところに応募するわけなんですけれども、その派遣先企業って、大企業であったり、中小企業であったり、あとは零細企業といったら言い方悪いですけども、比較的人数が10人以下のところとかですね、いろんなところがあるかと思うんです。でそんな中ですね、いろいろその会社によって、待遇とかですね、福利厚生とかそういったものも違ってくるかと思うんですけれども、私が以前いた職場にですね、ちょっとこう勘違いされている方がいらっしゃったんですよね。でその方所属している派遣会社自体は中堅ぐらいのところなんですけれども、そこの取り扱っている派遣先企業というのが結構大手が多いようで、今までその方が働いてきた派遣先企業というのが、ほとんど有名、超有名な大手企業なんですよ。ほとんど上場企業というんですかね。いろいろそのお昼ご飯の時とか、通常のたわいもない話をしている時とかによく自慢してくるのが、俺は例えば以前 NTT にいたとか KDDI にいたとか、例えば大手商社にいたとか、いろいろそういった大企業を出してくるんですよね。でそこでの福利厚生はどうだったとか、なんだかんだこう自慢をするわけなんですよ。でもそれってあなたが勤めてる会社じゃないですよねって、あなたはあくまでもその中堅の派遣元の会社に勤めているわけであって、そこから常駐かわからないですけど派遣として大手企業に行っているわけであって、そこの社員ではありませんよっていうのを、何度私がこの喉元まで出てきたかっていう本当に思いをしたぐらいですね。なんか自分がその大手企業に勤めている、いわゆる大手企業を今まで勤め上げてきたというような感覚で自慢してるんですよね。であそこの会社は規模は大きいけど、例えば中身はこうでいろいろこういう問題があるとかですね、まるで自分が正社員だったかのようにいろいろとこう評価っていうんですかね、するんですよね。よく口コミサイトっていうんですか、今転職のそういった口コミサイトで、退職している方とかですね、あとは今まだ席を置いている方とかが、その会社に対して年収とか、あと会社の風土とか、いろいろそういったものに対して評価しているサイトっていうのは多々あると思うんですけども、まるでそれがごとくですね、自分が派遣社員でもあるにもかかわらず、そこの正社員のように評価をいろいろして、言い方あれですけどちょっと偉そうに言ってるわけなんですよ。で以前、かなりだいぶ前の回でですね、その同僚との飲み会の中で、昔自分は起業したとかですね、そういった話を自慢するっていう話をお伝えしたことがあると思うんですが、ちょっとそれに似ているかなと思うんですが、でも全然違いますよねあくまでも派遣社員として働いてるわけなんで、それを自慢するっていうのはちょっと門違いかなって私は思うんです。でもやっぱり現実問題、それに対して何々さんってすごいですねって、その何て言うんですかね、その人をいい気分にさせてしまう人っていうのが必ずいるもんで、その自慢してる方も、ちょっとこう天狗状態になってしまって、あんな会社なんか別に大したことないよみたいな、そんな正社員じゃないんだからっていうようなツッコミを本当に入れたくなるぐらいな人っていうのも結構いらっしゃるんですよね。そういう方って本当にある程度大手企業に過去勤められた経験がある方もいれば、全くなく派遣社員としてしかそういったところに入れないっていう人もいるかもしれないんですね。それがいいか悪いかっていうのはまた別なんですけども、というのもなぜこれを言ったかっていうのですね、よく派遣のそのサイト、求人サイトなどを見ると、派遣でしか経験ができない〇〇職種とか、そういったような謳い文句で出しているところがあるんですよね。だから、結局それに、載せられてって言ったら言い方悪いですけど、それで応募して、大企業に派遣先として派遣社員として入って、働いたっていうのが、あたかも自分がそこの正社員で働いた、
経験というようにちょっと勘違いをしてしまってるんじゃないかなと私は思います。まあ、確かにですね、派遣社員として働くことでその大企業の中身、まあ、風土っていうんですかね、雰囲気とかそういったものをつかむことっていうのはできるかと思いますので、まあ、ゆくゆくそれをもとに、まあ、正社員として本当に応募して入社するっていうのも一つの、手ではあるかと思うんですが、まあ、その方はですね、もうちょっと到底ちょっと就職は難しいような年齢だったんで、まあ、年齢で今区別できないとは言いつつも実際は年齢でこう制限ってやっぱりされてますからね、まあ、自慢でしかしようがなかったんじゃないかなっていうような、ちょっと私も同じ立場としては悲しい気持ちになりました。まあいろいろ自慢するのは勝手ですけれども、まあ、ちょっと勘違いした自慢というのは逆に恥ずかしい思いをするだけなんで、やめた方がいいんじゃないかなと思いまして、今回ちょっとお話し上げさせていただきました。まあ、ちょっとくだらない話だったかもしれないんですけども、そういう方がいらっしゃるということで、今回お話以上とさせていただきます。今回もご視聴いただきありがとうございました。